回の作品は、ウィレムという男の人が、まあ、早く死んでしまった弟へ書いた手紙を語るというお芝居なんですけど、でも死んだ弟に書いた手紙は一体出したんだろうかとか、どこへ行ってしまったんだろうかっていうのが、この劇曲を読んだ時から、読んで初めて読んだ時から思っていて、じゃあそれもし持っていたとしたらどうなってしまったんだろうっていうのをちょっと考えてみました。それで、あ、年代の違う年を取ったそのウィレムが読み続けていたら、なんか素敵なことになるんじゃないか、一人で演じるよりも4人で演じる、まあ、今回4人なんですけど、4人で演じた方が何かその思いとか時間の流れとか、なんかそういうものがこう重なって不思議なものができるんじゃないかなと思って、やってみたいなと思いました。そして、あの、今回今まさに上演中なんですけれども、そのアイデアに乗ってくれた4人の勇敢な俳優とスタッフと主催者のゴーチブラザーズの皆さんと一緒に作っていて、おそらくこのやり方、世界でここでしか、この瞬間しか見れないと思いますので、ぜひ見ていただけたらなと。そして、あの、体験していただいて、何かこんなこと思ったよとか声をかけてくださると嬉しいかなと思います。